おはようございます。関根和夫です。新幹線の中にあった雑誌で、俳優の方と禅宗のお坊さんとの対談が書かれていて、ちょっと面白い内容があったので、ちょっと書き出してみたんですけど、その中にですね、心のメタボという言葉がありました。心のメタボ。我欲に縛られ、心が曇ってしまうこと。身体的なメタボは、他人の目から見ても認識できますが、心についた贅肉は自分で気づくしかないと。禅の狙いは贅肉のない心で日々の生活に誠を見出すことだというふうな文章がありました。いや、面白いなと思いましたね。心のメタボ、体のメタボについては確かに見た目でわかりますけれど、心のメタボっていうのはなかなかこう自分でしかわからない。しかもよほど落ち着いて自分をこう内省するというか、自分の内側をしっかり見つめないと、その心のメタボさえもわからないということがあるかもしれないなと思いましたね。それから、座という言葉、座るという意味ですけど、座するということで、座という字を分解すると、人、土、これで座ですね。人、土。人と人は今の自分と本来の自分がこう向き合って対峙している様を表していると。で、かつては野外で座っていたので土を合わせている。で、やがて室内でも座るようになったので、まだれの座を使うようになりましたと。つまり、座禅というのは、今の自分自身に問いかけ続ける修行だと。とはいえ、昨今、多くの人が向き合っているのは自分ではなくてスマホではないかというようなことが書かれていてですね、まあ、これも面白いなと思ったんですけどね。心にこびりついた贅肉という心のメタボ。そして、本来の自分と向き合うという意識を育むための座。なんかこう、ああ、そういうことかって気づくこと、とても大事なことだと思いますし、なんか私の心にも体にも贅肉がついていて、それこそメタボ状態で不健康だなと感じることがあるんですけどもね。まあ、無理にそぎ落とすことはできませんけれども、まあ、ゆっくりゆっくり、しかししっかり調整しながら、心と体の贅肉を落としていきたいなと感じています。そして、自分と向き合うということについても、まあ、聖書の教えている人間のあり方というかね、本来の人間のあり方、あるいは本来の人間の生き方というのを土台に、まあ、それはある意味で私の向き合うべき鏡として意識しながら、丁寧に向き合い続けるといいますか、今の自分と聖書が教えている人間のあり方というのを、こう、見つめる時間をできるだけ長く多く取っていけたらいいなというふうに考えました。まあ、いずれにしても面白いなと思ったのは、この心のメタボってやつですね。大丈夫ですか、皆さん。体のメタボは人にもわかるけど、心のメタボというのは、心の贅肉というのは自分にしかわからない。そこが一番難しいところですよね。自分でもちょっと落ち着いて自分の心を探らないと、自分の心に贅肉があるのかどうかさえわかりませんからね。そういう意味では、ちょっと心静かにして、自分の心の中のメタボって何かあるかなって考えてみるのは、まあ悪いことではなさそうですね。どうぞ元気でいてください。それではまた。
け。